はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、ヒロ16さんから、はい、コンテンターズオプティック2つですね。はい、よろしくお願いします。じゃあ、1個1個開けていきます。はい、まずはバズモア。お、色ついてる。カズンズのオレンジかな、これ 25? ちょっと待って、よいしょ、あ、49か、34-49で、シルバーはビンスカーターですね、ホークスで、この裏がオートなんで、このままいっちゃいます。せーの、ほい。まずは、あ、ピストンズに移籍したシミ君だ。はい、これはシールでしたっけ。はい、モーターシティになってるんですね。はい、で、ヤニスの44ポイントのカードと、お、クラックアイスです。はい、ルーキーイヤーの写真を使ったインサートですね。ヒストリックルーキーオブザイヤー。これね、通常のプリズムと、このクラックアイスの比率っていうのはちょっとわからないですね。まあシリアル打つとしても多分50から100の間ぐらいかなという感じですよね。ただ出ないときは全く出ないんで、その辺はちょっとわかりませんね。はい、2つ目、まずケビンラブ、赤色ケビンラブで、もう一個かな。シルバーは、これは、ポータージュニアか。はい、オットポーターですよね。で、次、せーの、ほい。お、アロンツォの99ですね。40-99。アロンツォ多分、中ヒット枠だと思うんですよね。外れの枠じゃないような気がしますけどね。なんかね、見てると。はい、40-99。はい、赤ですね。で、これかっこいいんですよね。ヒストリック MVP。 やっぱりルーキーイヤーのやつとこの MVP 系はいいですね。うん、はい、1314の MVP デュラントね。はい、で、これはタウンズ色ついてるけどシリアルはないですね。インサート系は基本的に金以下じゃないかなと思います。はい、こっちもルーキーオブザイヤー、まあ、たまたまこういう記録、受賞系が出ましたね。まあちょっと2箱でこれは珍しいと思いますけどね。はい。じゃあ、ヒロさんよろしくお願いします。また引き取りということでね、カードを置いておきますんで。あとグループブレイクの方も、今日また、夕方荷物来ればですけど、来ないと来週か、明日転送してもらえばですけどね。まあ一応値段で、ね、11,590円で募集しているグループブレイク、値段はもうラストですね。はい、店頭でもボックス、インナーケース、ケース売れてるんで、順調です。はい、とても人気ですね。はい、ありがとうございました。